リラック用の花澤です。本日は頭が疲れて集中力が出ないという時におすすめのセルフマッサージをご紹介いたします。仕事や勉強をしていてもすぐに他のことを考えてしまったり集中できないという時は、額の生え際から3本分頭頂に向かったところに手を当ててみてください。この時にドクドクと動悸が感じられるようであれば、脳がぐったり疲れているサインです。このまま手を20秒ほど当てます。そして離します。すると脳の疲れが和らいで集中力が高まります。やってみてください。脳の疲れは全身の疲れにつながりますので、早めに休ませてあげることが大切です。特にいたわってあげたいのが頭を支えている首になります。タオルを使った首のほぐし方をご紹介します。タオルをこのように細くねじりまして、でその後頭部にあてがって反らした状態にして、向けて伸ばしたりですね、逆に顎を引いて今は普通のフェイスタオルを使いましたけれども、できればもう少し長さがあるタオルを用意した方が楽に動かせますね。これは手ぬぐいを2枚つなげたものです。これくらい長さがあるとやりやすいですね。同じように少し細くしまして、首の後ろにあてがって気持ちのいいように気持ちがいいですね。コキコキ言います。首の詰まっている場所を広げるような気持ちで探しながら、気持ちのいいぐらいの強さ、角度、時間で行ってみてください。こういう長いタオル1枚用意すると、ストレッチをするときとか、こうカフマッサージとかもありますけれども、ちょっと体を刺激したいときに役立ちますね。
には手で首をつまむということになりますが、その時にですね、ちょっと、ひねるという動作を加えるとすごく気持ちよくしっかりと首の筋肉をほぐすことができます。このようにつかみますね。首にあてがいます。これだけでもつまんでるんですけれども、肌と肌を直にもっとすますと汗などで滑ってしまうこともありますので、そういう場合はタオルをあてがってしっかり握りますね。こうすると全然滑らなくなります。そしてさらにこう持ってる側の方の肘をですね、反対の手でこのようにぐーっと寄せるようにですね、引きます。体幹の方に向かって引くようにして、顔もちょっとこの引いてる側の方の手ですねの方に顔も向けますと、非常にこの刺激が強まります。反対の方をやる場合にはこのように当てがって、肘を当てがってぐーっと寄せる感じですね。顔も、この手を当てている側、この今右手ですね、肘を引いている方の手に、この肩の先の方に顔を向ける感じですね。このタオルとか何か一枚布をかけて、押すとかつまむとかするとするだけで滑らなくなるので、非常に刺激がダイレクトに伝わるようになります。なるべく何か一枚当てがってからかけてから押したりつまんだりする方が的確に刺激が伝わって弱い力で効果が高まります。またこのように引いてくるということですね。掴んで引くというふうにすると、このテコの原理といいますかね、自然に指先に力がググッと沈み込む力が強くなりますので、しっかりと手が疲れないで、押すことができますね。指先に力を入れているのではなくて、引く動きに合わせて指先が沈んでいくっていうような感じになりますね。後ろ側が気になることが多いと思いますが、横側とか顎の方とかですね、同時に凝っていますので、なるべくならちょっと軽くでもついでにこうお顔の方ですとか首の横、鎖骨の周辺までですね、一緒に揉んでおくと、だいぶまた動かすことですね、肩甲骨の動き、肩の動き、なるべく大きく動かすようにして、肩甲骨を寄せて、頭の位置をこの耳の穴と肩
集合ですねのラインが同じぐらいになるようにこうなってたりだとか、うん、あの肩がこう前に入っていたりだとかすると非常に首が凝ったり肩が凝ったり背中が痛くなってきたりというふうになって集中力も出なくなります。姿勢にも気をつけて適度に動かして、疲れた時は、まあ、マッサージを行ったりストレッチを行ったりという形で対策をとってみてください。以上です。ありがとうございました。